北九 PR 部、ただいまの土俵、北緯33度52分、東経130度52分、九州の最北端に位置する福岡県北九州市。今週も北九 PR 部、出動します。 OK、 北九 PR 部のたたみ、皆さん、おはようございます。おはようございます。ここからのお時間は北九 PR 部が1時間にわたってお送りする北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビでお楽しみください。18歳から20代までのメンバー、北九 PR 部が企画や出演、 PR をしながら楽しく学び、北九州市の魅力を発信していく番組です。北九 PR 部部長は番組ディレクターでもある鶴田弥生さん、エンディングで登場します。それでは今日の出演メンバーです。今日は全員3期生です。まずはゆいです。こはです。そうしです。留学生のせせです。よろしくお願いします。お願いします。今日は結構初めましてのメンバーが多いですね。今回一緒に出演する3名皆さんとも初めて共演ですね。そうですか。初めましてが多いですね。はい、初めまして。3期生だけですし、今日結構珍しい感じじゃないですかね。うん、そうですね。みんな3期生なのに、はい、意外と面識ない。だからぜひみんな盛り上がりましょうか。そうです。ガチャガチャ行きましょう。楽しく行きましょう。はい。はい、先週話が出てたんですけど、ゆいさんとこうさん、今年成人式ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、今年成人式でスーツ買って、はい、で、ジョジョは分かります？ジョジョの第5部のキラヨシカゲモデルのスーツ買ったんです。へえ、すごい。そのモデル個性モデルのちゃんとあって、そのジョジョのなんかコラボしたやつがあって、それ買ってきたんですけど、春夏用なんですよ。デザインで買っちゃったけど寒くて結構大変でしたね。もう大変ですね、これ、はい、中国では18歳が成人なんだけど、日本みたいに成人式というのはないです。ああ、そうなんですね。はい、なんかお祝いとかないんですか？いや、特にないですね。あっさりしてる。結構文化違いってあるんですよね、そこら辺。そうですね、北九州市出身なんですけど、北九州市の成人式ってちょっと全国的にもいろいろと有名なんですよね。結構独特な方が多くいらっしゃいますね。そうですね、はい、コアとソウシは来年成人で会ってる。そうですね。そうですね、まあ、私は来年成人式はあるんですけど、うん、でも私は1月の後半に誕生日なので、お酒はみんなと一緒に飲んだりっていうのができなくて、ちょっとそれは寂しいかなっていう。一人だけジュースで我慢しなくて。そうなんですよ、ね、もう少し辛抱しないと。そうです。そうしたらやっぱ北九州らしい成人式で出場しようと。そうですね、北九州のね、ド派手なイメージの、はいはい、あると思うんですけど、はい、もうスーツで行くって決めちゃってて、もビシッと行きたいなと。逆に浮かないの？普通の格好で言ったら。そうなんですよね、本当に自分の母校、うん、結構バーンって勢いで行っちゃう人多いんですよね、うん、もうテレビとかにも先輩がよく映ったりとか、もう、 うわあの人で撮るよとか思うんですけど、相当お金かかるみたいです。一回見に行きたいなって思うよね。そうです。今回はこんな4人でお届けしていきます。冬休みもわずかという人も多いと思います。そしてお正月気分が完全には抜けない連休中でもあります。今暑い北九州の注目スポットをテーマに、お出かけ情報にもなる北九州市のスポットをご紹介していきたいと思います。皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メールアドレスは kita@crossfm.co.jp kita@crossfm.co.jp です。それから番組 SNS へのコメントも大歓迎です。ハッシュタグキタナビをつけるのも忘れずに。キタナビはカタカナです。それでは北九 PR 部の私たちと一緒に、北九州の魅力をたっぷり知ってもらって、北九州が大好きな人をどんどん増やしていきたいと思います。北九 PR 部の北ナビ。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北
九 PR 部の北ナビ、コハ、ソウシ、セツ、そしてユイでお送りしています。今日のテーマは今熱い北九州の注目スポット。まずはやっぱり今年の虎に関係するスポットをご紹介したいと思います。北九州の虎スポットといえば小倉城と伊東津の森公園、まず小倉城なんですけど、はい、福岡県内唯一の天守閣を持つお城。お、過去に火災があって現在の天守閣の姿は1959年に再建築されました。小倉城には迎え虎と送り虎がいるんです。ちょっと聞いた話によると、セッさんとユイさん知ってるっていう、はい、インパクトがありました。でかかったイメージありますね、はい、結構ね、かっこいいですよ。はい、この虎たちは小倉城が焼失した慶応2年1866年が虎年だったことにちなんで描かれました。天守閣に行ったことがある人だったら必ず見てると思うんですけど、さっきお二人が言ってたみたいな、そうですね、そうです、はい、あの虎の絵、オスメスどちらだと思いますか？オス、いや、それは分からないですよ。考えたことないです、はい、考えたことない人っていう人のが多そうですよね。やっぱり多いと思います、はい、そうですよね。その実はなんですけど、あの虎はオスとメス雌雄一対になってて、天守閣1階迎え虎がオスで、2階に展示されている送り虎がメスになってるんです。へえ、そうなんですよ。初耳です。で、先ほど話にも出てたんですけど、どちらも日本最大級の大きさ、高さ 4.75m、 幅 2.5m、 大きいですよね。3人分ぐらいですね。大きいですね、はい、本当にインパクトの大きい、そうです、ドーンってあるんで、はいはい、すごい印象に残ると思うんですけど、まあ、その写真撮影も OK なので、虎年の初めに迫力のある写真をここで撮るのもいいんじゃないかなと思います。そしてオスの迎え虎なんですけど、八方睨みの虎と言われていて、そのどの位置から見ても真正面に見えるという特徴があるそうです。ぜひいろんな角度から見て試してみてください。意識してなかったですね、そこまで。ないですか、はいはい、では初めて小倉城に入った時にガイドの方から教えてもらって、はい、へー、うわ、ほんとやーってちっちゃい頃ながらでかい虎やなとしか思って見てなかったっけ、うん、ちょっと怖いですね、目がずっとあってそして小倉城には虎のキャラクターもいますよね。そうなんです、迎え虎、送り虎がモチーフになって生まれた虎がいるんです。小倉城の公式マスコットキャラクター、トラッチャです。トラッチャ、トラッチャ、可愛い名前です、ですね、うん、その名前の通り本当にすごく可愛いので、子供たちにも大人気のキャラクターなんですよ。へー、名探偵コナンで北九州ミステリーツアー、はい、小倉編文字編というストーリーがあるんですけど、はいはい、その中でこうトラッチャが結構出てきたイメージがあります、ね、へー、そうなんです、でそのトラッチャにも会えるので、小倉城はやっぱりトラスポットというふうに言えると、はい、そして都のこと北野秀幸小倉城長から情報をいただいております。小倉城は年末225キロのもち米をついて、大鏡餅として城内に飾って鏡開きをした後に、お汁粉として毎年3000人もの人に振る舞っています。ですが昨年そして今年もですね、コロナ禍で中止になってしまいまして、そこで225キロのもち米を専門業者に依頼して、真空パックの小さなお餅にして、正月三が日と成人の日に小倉城入場者の皆様へ紅白2個セットにしてプレゼントしています。各日先着700人です。そして明日1月10日の成人の日には殿が陣羽織を着て新春から縁起のいいお餅を配りいたすとのことです。なるほど、700人ももらえるんですね。そしていやー、お餅がもらえるんですか、いいですね。そうですね、こう中国も正月はこうお餅食べたりするんですか。国が広いので、はい、私が住んでいるその北部北の方はそのお正月にお餅を
食べるという文化がないですね、はい、正直。逆にその南の方に行くと、はい、例えばあの上海とか、はい、あそこら辺の南の方は逆にこういうお餅を食べる、まあ、地域もあると友達かが、まあ、聞いたことがあります。へ、はい、なんか逆に正月これするとかあるんですか？必ず餃子を食べますね。へ、あのその焼き餃子じゃなくて水餃子ですね、はいはい、正月に餃子なんですね。いや実はその餃子にも意味があります。実はその中国語の発音から餃子は餃子っていう発音ですけれども、実は同じような発音の中国語には子供を作るみたいな言葉も、はい、ですから同じ発音だからこういう子孫繁栄という意味が生まれました。2つ目は、はい、あの餃子の形を皆さんイメージしてください、はいはいはい、実はあの形は結構中国の昔 の、 あのお金の形にめちゃくちゃ似てて、へ、だからそれはその金運が良くなるという意味も込められてます。なるほど、はいはい、ちなみに以前番組で北九州魅力満喫パスポートをご紹介しました。ありましたね。全込み400円のパスポートを購入すれば9つの施設の入場料が期間中何度でも無料ということで、先日自分も購入したんですよ。購入して、まあ、まだその使ってない、いや皿倉山のケーブルカーに乗って夜景を見てきたんですけど、はいはいはい、ああいいですね。お一人ですか？ちょっとあんま友達と行ったんですけど、ちょっと男友達だったので、はい、ちょっと悲しいなと思いながら、でも夜景がめちゃくちゃ綺麗で、はいはい、本当にめっちゃ興奮して写真とかもめっちゃ撮ったんですけど、はい、その様子はいずれちょっと体験レポートで書くつもりなので、ぜひ見たいですね。そちらの方を見てもらえれば、はい、はい、ちょっと写真が下手なのはちょっと大丈夫です、勘弁してもらいたいんですけど、はいはい、そこはそこは、ね、そしてあの小倉、今話してる小倉城も、はい、このパスポートで無料で入場できるので、へ、北九州魅力満喫パスポートお得なので、はい、皆さんもぜひチェックしてください。はい、そうですね、はい。ちょっと気になることがありまして、はい、この無料期間というのはどれくらいですか？昨年の10月15日から始まっていて、はい、今年の3月13日まで。そんな使えるんですか？そうなんです。半年ぐらい。すごい。お得ですね。それだけの間400円で着放題、で何度でもですね。そうですね。サラクヤマとかどれぐらいするんですか、あれ往復で。往復で大人が、はい、その1人、はい、往復で1230円かかるんですよ。じゃあ、はい、じゃあこれめちゃくちゃお得じゃないですか。そうなんですよ、これを購入すれば400円1回買えば何度も400円で乗り放題なんですよ。乗り放題、わ、皆さんぜひチェックして、はい、しかも3月まで行けるんで、はい、まだまだ楽しめます。皆さんぜひチェックしてみてください。さて続いては生きてる虎です。小倉城に続いてもう一つの虎スポットが北九州市にある動物園伊東津の森公園です。アムール虎の未来が生活しています。未来はメスだそうです。アムール虎は絶滅の危機に瀕する森の王者とも言われています。王者の貫禄もあり、寝ているところなんか猫科っぽいちょっと可愛く見えるところもあり、いろんな表情を楽しむことができます。こう飼育員さんによると、こう雨とか雪の日はこう未来がこうテンションが上がるのか、こうガラス越しにこう遊んでほしそうにしている時が多いとのことです。へー、雪とかそろそろ寒いから降るからいい狙い時じゃないですかね。そうですね、確かにそうです。はい、その虎年初めにその未来に会いに行くのもいいと思うし、はい、その未来っていう名前なんか縁起が良さそうじゃないですか。そうですね、なんか将来明るくみたいな、はい、未来を見るみたいな、そう、未来を見る、はい、そして1月12日なんですけど伊東津の日入場無料デーです。おお、入場無料、まあ、その詳しくは伊東津の森公園公式ホームページをご覧ください。北九 PR 部のキタナビ。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組北九 PR 部のキタナビ、コハ、ソウシ、セツ、そしてユイでお送りしています、今日のテーマは
今熱い北九州の注目スポーツです。続いては若戸大橋と100年庭園の宿すいすいをご紹介したいと思います。この2つ今要注目スポットなんですけど、理由分かりますかね。その若戸大橋だったら夜景が綺麗とかそういう感じですか。あそうですね、夜景ももちろん綺麗な若戸大橋の特徴ですけれど、あることに内定されているんです。内定、はいはい、実は若戸大橋は国指定重要文化財に、百年庭園の宿すいすいの離れと渡り廊下が登録有形文化財に内定しています。へー、そうなんだ、すごいですね。すごい、うん、決定は2月から3月の予定です。へーすごい、もうすぐですね。でもそれはもう今のうちにぜひチェックしておきたいものですね。そうですね、うんうん、はい。若戸大橋は北九州市の若松区と戸畑区を結ぶ赤い橋ですね。日本の高度経済成長期の1962年に完成して、国内初の海を渡る吊り橋となりました。この北九州市ってこう国内初みたいなのがちょっと多い気がするんですけど、この橋もそうだったんですね。そうですね、当時は海を渡る吊り橋とにかく大きいということで東洋一と言われていました。ちなみに吊り橋部分の全長は 627.3m。 長い、長いですね。橋の頂上にある主塔の高さは 78.9m。 すごい、なんか想像が高いところだけ。大型船舶も橋の下を通れるように設計されていました。設計や調査には国の研究機関や東京大学の研究者たちも加わったりして、当時の日本の技術の集大成として大注目されていたんですね。そしてその後の関門橋や瀬戸大橋の建設にもつながったということです。若戸大橋って自分高校のすぐ近くにあるんですよ。自分が行ってた高校の近くにあって、よく見てたんですけど、そうただライトアップが綺麗な橋じゃなかったんですね。結構すごいところですね、はい、うん、そうですね。まあ橋といえば、私の故郷である、まあはい、天津には、はい、天津愛という、はい、まあ、愛というのは目っていう意味で、はい、つまり天津の目という、その橋の上には、はい、その巨大な、観覧車が建てられて、橋の上、はい、その橋の上です。ほうほうほう、はい、だから天津愛なんですよ。あ、なるほど、天津観覧車、はい、観覧車、天津の目という主張を強くする、まあ、天津愛でという、まあ、スポットがあります、はい、へ、はい、だからその橋の上に、観覧車を建てたのは、うん、いや世界でもここだけみたいですよ。ですよね、聞いたことがない、はい、まあ私の誇りです、はい、その若戸大橋市は、まあ、産業を支えて長年大切に使われてきたということで、やはり地域の人の思い出もたくさんあると思います、うん、実際私もあります、思い出が、はい、確か1年前、はいはいはい、コロナが流行ってた時に、うんうん、あのサイクリング、その今サイクリング部 の、 あの所属なので、うんうん、はい、1人でサイクリングで若戸大橋にいたことがあって、あ、はいはいはい、20枚以上写真撮りました、はい、本当に赤いそのライトアップがとても綺麗だと聞いてましたけれども、うん、はい、ほいほい、まあ、実際夜にいたことはないですね。あ、そうですね、はい、昼に行ったんですね、はい、昼に綺麗です本当に。へ、はいはいはい、夜景って感じなんですけど、はい、夜景っていうよりも
その橋が主張してるみたいな感じ、あその橋が主役っていう感じですか。そうですね、近くに行くとそうなんですけど、それこそこの前サラクラ山行った時とか、サラクラ山からも見えたんですけど、そう綺麗なんですよ、その赤が、はい、へ周りは白とかのライトじゃないですか、はい、ああより強調されて、だけ赤の光が見えるみたいな感じで、もうすごくイメージが強いんですよね、その赤東橋のライトアップのイメージ、ぜひ夜に、いやぜひ行ってみたいです、ツーリングで、だからこれからも大切にされて歴史を重ねて、なんだろう、してもらいたいです。そうですね、長大吊り橋の技術的原点として歴史的技術史的に重要だと評価されているそうですよ、やっぱり、うんうん、そうですね。そして100年庭園の宿すいすいについてですが、宝石の翡翠の翠に、はいはいはい、水でスイスイです。小倉北区のアートホテル小倉ニュータ川の離れで、明治22年1889年に炭鉱経営者の山本喜三郎が建てた邸宅跡になります。戦後から旅館として利用され、北九州市誕生を控えた1962年、リニューアル工事で素顔菊区玄海という木造平屋建ての客室3棟と渡り廊下が完成したそうです。小倉の街中にそんなのあったんですね。そうですね、なんかびっくりですよね、はい、700坪ほどの日本庭園がありまして、客室の窓からはその庭園を見ることができます、はい、内観外観は茶室のような趣があるそうです。そして素顔は書院風だったり、玄海は天井に丸太を使った草庵風だったり、塔ごとにデザインが違うみたいですよ。おしゃれですね。ちなみに、どんな感じなのかとってもね興味があって、ぜひ、いや見てみたいですよ。そしてその文化財っていうのは、その新しいものから選ばれませんか。ホームページによると、登録有形文化財の建物というのは50年を経過した歴史的建物のうち、国土の歴史的景観を寄与しているものと一定の評価を得た建物が登録されるということです。なるほど。ですので残念ながら庭が作られた当時の記録は失われているのですが、平安期から続く1000年前の日本庭園の伝統にのっとって策定されていたことから、おそらく当時の第一人者の宮大工棟梁と庭師を呼び寄せて作られたはずだと考えられています。小倉の町が都市化する中でですね、この景色を未来に託したいという思いを代々受け継いで来られたそうです。いつかゆっくり宿泊してみたいですね。そうですね、そうですね、なんかこう2月から3月にこう登録決定のようですが、こう若東橋は国指定重要文化財に、100年庭園の宿すいすいは登録有形文化財に、現在は登録予定です。この番組をお聞きの皆さんには、登録前の今から注目していただきたいと思います。大家好、北九 PR 部の北ナビ。福岡県北九州市からお送りしている北九州市のラジオ番組、北九 PR 部の北ナビ、小葉、宗志、節、そして結衣でお送りしています。今日のテーマは今熱い北九州の注目スポット。ここからは食の話題です。はい、皆さんオイスター牡蠣は好きですか。いやもう大好きです。美味しい、うん、大好きですね。いや私から紹介するのは北九州カニ牡蠣ロードです。へえ、そんなのあるんですね。そうです、はい、あるんですよ。
その自分文字に住んでるんですけど、はいはい、その文字にあるんですけど、はい、その食のブランドの豊前本ガニと豊前海一粒牡蠣があるっていう場所で、はいはい、それに関係する道のことなんですよね。へー、よくご存知ですね。すごい地元なのはい、そして今日は特に今がシーズンの豊前海一粒牡蠣についてお話します。はい、身が詰まって一番美味しいのが1月から3月、まさに今です。おお、いや、とっても美味しいので、はいはい、この豊前海一粒牡蠣はシンプルに味わうのがおすすめみたいです。とろけるような食感が味わえます。聞いただけでたまんないですね。すごい美味しいですよ。フライにしたいな。お腹が空いてきちゃって。最高です。はい、資料によると一粒牡蠣の名前の由来は、漁師さんが手間暇をかけて一粒一粒丁寧に表面の汚れを落としてきれいに磨くところから来ているそうです。磨いた後も紫外線で殺菌処理を加えるなど愛情も手間もすごくかかっています。その一粒牡蠣みたいに、その生育中に一度陸に上げて、うん、その牡蠣の殻を丁寧に磨くっていうとこは本当に珍しい。牡蠣といえば生でも、うん、焼いても、うん、フライにしても、うん、鍋に入れても美味しいんですが、私は牡蠣のオイル漬けが大好きです。はい、オイル漬け、はい、そしてお酒にも似合います。いいですね。なるほど。豊前海一粒牡蠣はまずはシンプル、うん、買ってすぐに新鮮なうちに食べたいんですよね。こう先ほど説からあったように、こう新鮮なうちに食べたいっていう人におすすめなのが、こう牡蠣小屋ですね。こう複数の牡蠣の産地をこう地域全体でこう一大産地として盛り上げるために、それぞれのこう産地を通る道路を北九州カニカキロードと呼びます。そう、カニカキロードです。こう門司区から小倉南区の間、主にこう周防灘の沿岸を通る道で、こうシーズンの今はやっぱ上りとかこう看板が立ってるそうですね。その場で購入したカキをその場で炭火で焼いて食べる、寒い冬には特に嬉しいんですし、なんといっても産地で購入すると新鮮、美味しく、安い、もちろん牡蠣を持ち帰ることもできますし、直売所もあるそうです。はい、そして門司エリアも牡蠣の産地で有名なんです。はい、昭和56年、1981年に北九州市門司区常見から牡蠣の養殖が始まったというふうに言われています。いっぱい牡蠣が入って一盛りで1000円くらいというところもあって、その産地ならではの値段設定も嬉しいところです。結構しますもんね、牡蠣とかスーパーで買ったら。 それから小倉南区には漁師直営店や家族連れでも楽しめる牡蠣小屋があるそうです。そうです、牡蠣小屋で炭火の上に乗せた牡蠣からジュワーッと美味しいエキスが出てきたところで食べてみてください。これは美味しいんですよ。牡蠣小屋ではトングや軍手など、もちろんそういう必要な道具も貸し出しがありますし、ほいほい、思い立ったら手ぶらでも OK だそうです。おお、手ぶらで OK ですよ。美味しい牡蠣があなたを待っています。この番組が11時までなんで、ちょうどいいですね。昼ご飯で聞いたお腹すいて、この番組を聞いて、はい、聞き終わってちょっと柿小屋行ってもらって、はい、手ぶらでも OK は嬉しいですね。はい、そう、手ぶらです、すぐ行けますもんね。はい、私とかはまだ車とか持ってないので、はい、海の近くで、なんか海の近くって聞いたらこう遠いですね、ちょっと行くのがめんどくさい、遠いなって思うんですけど、うん、はい、車で行かないとやっぱりって思うんですけど、うん、はいはい、
例えばですね、 JR 門司駅を降りて目の前に門司赤レンガプレイスにオイスターハウス赤レンガがオープンしていたりですね、このスタジオがあるセントシティの前にも米町公園にも柿小屋を出ていたりしまして、はい、北九州市は街中にも柿小屋がなんとある場所なんですね。街中でも楽しめる、うんうん、最高だ。その門司赤レンガプレイスっていうところのオイスターハウス赤レンガなんですけど、はいはいはい、今ちょうどちょっと収録なんですけど、うん、そのこの時期今ちょうどやってて、うん、今度友達と行こうねって言って、うん、いいですね、行く約束してるんですよ、ね、はい、もうタイムリーな。こうもちろんこう2の皆さんにはこう少々歩いてでもこうあそこの柿小屋と狙いをこう定めていく場合もあると思います。こう毎日こう数量にこう限りがあったりとか、こう天候等によってこう影響があるはずなので、営業時間や駐車場の有無などこう事前に連絡してから行かれることをお勧めします。また北九州市にはもう一つ若松妙見柿という5年の歳月をかけて若松で生まれたブランド柿も誕生しているみたいです。こう一粒柿は無前回、若松妙見柿はこう響きなどでこう育った柿です。こう若松の柿小屋などでこう食べたこともあるっていう人はぜひメッセージでこう感想をお聞かせください。いやー、その感想めちゃくちゃ気になりますよね、はい、うん、いや私もね本当にそれぞれの柿小屋の柿をいやー食べてみたいんですよ。うん、今ちょっとお腹空いてますし食べ比べとかもできそうですよね。ですよね、この時期に、はい、そうですそうです。そのあと牡蠣だけではなく、その新鮮な海の幸をいろいろと食べることができるところもあるようです、うん、おすすめや美味しい食べ方などもリスナーの皆さんから情報をもらえるとありがたいですね。はい、はい、メールアドレスは kita@crossfm.co.jp kita@crossfm.co.jp です。それから番組 SNS へのコメントも大歓迎です。ハッシュタグキタナビをつけるのも忘れずに。キタナビはカタカナです。キタキュー PR 部のキタナビ。今注目してほしいスポットを紹介しましたがどうでしたか。うーん、そうですね、私は若戸大橋の話がありましたけど、はいはいはい、若戸大橋のライトアップを一回夜の10時手前に見に行ったことがあったんですけど、はいはいはい、ライトアップは10時に消えるんですよね。あ、そうです。なのでライトアップを消える瞬間を見たことがあります。貴重ですね。そうですね、なんかこうライトアップで言えばこう今皿倉山がこうアマビエのこうライトアップをしてるそうですね、うん、はいはい、うん、で見上げてみてください。その皿倉山といえばなんですけど、はい、私北九州魅力満喫パスポートを使って行ったっていう話を先ほどしたんですけど、本当にこのパスポートおすすめなんですよね、はい、いや私後で買いますのでぜひ本当に買ってほしいですね、はい、もう今大学に行く時も必ず持ってます何かあれば使えるようにと、休校になれば行けるみたいな、あならないんですけどね、なかなかなかならないよね。それはそう、本当に魅力再発見できると思うんで、はい、本当におすすめです。説はどうですか。いや私はねやはり柿小屋の柿が食べたいですね、はい、今お腹も空いてますし、はい、いや本当にね柿は美味しいんですよ、はい、まあ、今20歳以上だから、はいはい、お酒飲めます、はいはい、結構日本酒が好きなので、はい、ね相性抜群ですよ。あ、はい、柿とお酒の、はい、相性抜群です、はい、いやもちろんビールが好きな方、ハイボールが好きな方、まあ酎ハイとか焼酎とかが好きな方でも、はい、何でも合います。お、はい、カクテルも合いますよ。何でも合います。熱弁されてます ね未成年2人やのもう
さてここで北九州市からのお知らせです。はい、北九州市公式 LINE がより便利に使いやすく生まれ変わりました。受信設定をすると防災情報や私立学校、園の一斉休校情報など欲しい情報だけが届きます。さらに生活する上で大切な防災、子育て、ゴミリサイクル情報が充実。街の魅力を感じられるメニューも設置し、公園やスポーツ情報などへ簡単にアクセスできます。この機会にぜひリニューアルした北九州市公式 LINE とお友達になってください。以上、北九州市からのお知らせでした。はい、さて今日の放送はいかがだったでしょうか。収録の模様は番組 SNS に写真がアップされるのでぜひご覧ください。そして後日になりますが、この番組は YouTube でも聞いてもらえます。放送を聞き逃したり、もう一回聞きたいという皆さんも毎回の放送を聞いてもらえば北九州通になってもらえると思います。それではこの後は弥生さんにバトンタッチ。北九 PR 部の僕たちはここまでです。今日は小葉、ソウシ、セツ、ユイでお送りしました。それでは皆さん、また来週。北九 PR 部の北旅。はい、こちら生放送のスタジオから北九 PR 部部長の鶴田弥生です。今日1月9日は北九州市の成人式。式典は北九州メディアドームで11時30分からスタートするようです。新成人の皆さん本当におめでとうございます。さて収録パートで北九州のトラスポットも出てきましたね。今年すでにもう行ったよっていうところあったでしょうか。命の旅博物館もトラスポットの一つなんですよ。今博物館の建物正面ドーンとですね、開館20周年イヤーの幕開け、博物館のお正月2022という看板がドーンと飾られています。2022年、命の旅博物館は開館20周年を迎えます。その節目の年のお正月特別展、博物館のお正月2022開館20周年イヤーの幕開けというのが開催されています。この特別展では干支である虎の剥製がお出迎えしてくれます。また北九州市で活躍した画家の藤井玉蘭さんの虎図など、虎にまつわる歴史的な資料や縁起が良いとされる鶴や亀、七福神に関する資料、豪華で華やかな着物や掛け軸などが展示されていまして、博物館らしく新年を賑やかにお祝いする企画になっています。こちらもどうぞお見逃しなく。それではメッセージご紹介していきます。リュウハヤブサさん、メンバーの中に自転車乗りがいたとは、門司港レトロ地区もいいですよ。そして武前会一つ深き曽根地区もだけど常見も販売所ありますよね。以前北九州サイクルツアーが開催されていた時は門司から新北九州空港へのルート、カニカキロードでしたね。カキのオイル漬けか、なかなか通なものを自分で調理してるのかな。はい、どちらも留学生の節くんのことですね。応援これからもよろしくお願いします。ゆずごしょうさん、名探偵コナンのミステリーツアー、ネタバレお嫌な方はちょっと20秒ほど耳を塞いでくださいね。小倉城のトラッチャのぬいぐるみに爆弾が仕掛けられてたんですよね。最後は例のごとくコナンに蹴られて空中で爆発、笑いました。笑われたんですか、ゆずごしょうさん。まあね、キック力が増強されたコナンのキック何でもできちゃいますもんね。限界丸のアサヤンさん、北九州満喫パスポート小盛じゃなくて孫盛のアイテムに今日買いに行きます。お得な情報ありがとうございました。皿倉山久しぶりに登ってきますね。あー嬉しいですね。お得な北九州満喫パスポートです。飲食店での割引なんかもついてますのでぜひご活用ください。それから、あ、玄関丸の朝屋さんですね。続きです。若戸大橋、昔歩道があったこと皆さん知らないだろうな。あーそうでしょうね、知らないだろうな。私はですね、もうその時期ではなくて後々に経験させていただいたんですけど、中のエレベーターに乗らせていただいたり、命綱をつけてですね、一番足の高い場所まで
もう本当大変でした。登っていって上から車の動きを見るっていうことをさせていただいたりしたんですけど、楽しかったな。ちょっと怖かったんですけど楽しかったな。カリスマ親父さん、チャオツですか、餃子のゆえの話などすごく新鮮でした。節さんのお国の身近な話題もっと聞きたい。知り合うことでお互いの理解がより深くなるといいですね。本当にそうですよね。そういった話題、機会を増やしていきたいなと思っています。ありがとうございます。それからこちらおはがきでひろみちさんです。1月22日土曜日午後2時から3時半まで北九州市立大学北方キャンパスにてアイデザインワンデーオープンカレッジで鶴田英さんによる大人の学びとこれからの人生と題する講演会が開かれるそうです。チェックしてくれてありがとうございます。来週ゆっくりお伝えできるかなと思っています。気になる方は北九州立大学のホームページや市政だより1月1日号ご覧ください。北九州市のラジオ番組北九 PR 部の北ナビ、皆さん来週もどうぞお楽しみに。またね。